2月県議会が今日から始まりました。子育て支援や能登半島地震への対応などを盛り込んだ総額1兆2872億円の新年度予算案が審議されます。県は新年度予算案の3つの柱として子育て支援、脱炭素社会への転換、デジタル改革を掲げます。花園知事は。 総額1兆2872億円の予算案について、説明しましまた子育て支援や働き方改革に取り組む企業への金融支援の創設や、男性の育児休業取得を一層促進するための助成金の見直しを図るとともに、子ども・子育て支援に関する機運醸成を図ってまいります。今日は 地震からの復旧を急ぐための補正予算案も提案されました地震による中小企業への被害は県内でおよそ1000件被害額は少なくとも23億円と見込まれます被災した施設の復旧費について最大4分の3を補助するなりまい再建支援事業にはおよそ9億6000万円を計上しました補正予算案は 今月22日に採決され2月県議会は来月22日まで続きます。